出発。しばらく実況でお送りします。波があるね。なんか変だな。シュモクザメを見つけたよ。うわ、でかいなこれ。うわ、大きなシュモクザメを見つけました。でかい。今大体の距離だけど、この距離でこの大きさっていうことは2メーターは超えてるな。すげー綺麗なシュモクザメだな。僕は今シュモクザメに夢中です。バッテリー残量低下。ローバッテリー10秒後機体は自動帰還を開始します。嘘でしょやっぱりか、こうなっちゃうんだ。仕方ありません、出直しです。すると昇る朝日のもとに、友人が言った通りスナメリたちが集結しています。もう食事も終わり、朝のミーティングタイムだったのかもしれません。授乳をするスナメリ親子に近づいてみました。朝日が体に当たってとても綺麗です。母親が後ろを振り返ったのが気になりますね。慌てて潜った様子です。なんとその後からシュモクザメが現れました。結構大きいですよ。スナメリと同じぐらいの大きさです。スクリーンショットの画面です。右の赤い四角は録画中の印。音とともに丸くなりました。録画が止まったということです。これを逆シュートと言います。本人は撮れてるつもりです。おまけにスクリーンショットのマイクボタンを押してないので音声が入っていません。というわけで僕が解説をします。スナメリたちが集まってスキンシップを図っています。この日到着が少し遅かったので、もう朝食は終わったようです。またスナメリが集まってきました。遊ぶ時間なのかもしれません。みんなどうした？こんな時はドローンの下に。やっぱり親子が遊びに来てくれました。しかし今更ですが、赤ちゃんって本当に赤いんですね。もちろん大人よりも皮膚が薄く、下の毛細血管が透けて見えるため、どの生き物も赤く見えるのだということは分かっていますが、こうして改めて見るとその赤さが際立ちます。これ朝日のせいもありますけどね。まだ逆シュートをしていることに気がついていません。ようやく気がついた時にはもう触れ合いタイムが終わるところでした。残念。
しかし近くに必ずシモクザメがいることを考えると、そのせいかもしれません。2メートル級がゴロゴロいるんです。この季節、今までそんなことはありませんでした。ヨシオとカズオに似た2頭に出会いましたが、大きさが違います。行動がまるで繁殖期のようです。小さい方のこのポーズは、メスが求愛を受け入れる時のポーズです。しばらくこの2頭の様子を見てみることにしましょう。首をクイッと動かしたのは、交尾をする時の合図です。まさか。スローにしたのには訳があります。右側のオスらしき一頭が生殖突起を出して交尾をしているのです。今まで何十年も観察を続けてきましたが、7月の半ば過ぎにこんな光景を見るのは初めてです。この時期に生殖突起を出して交尾しようとしてるっていうのは、いつもの年とは全く違うね。オス同士ではないわ。高水温が関係してるかもしれない。あとこの背びれだな。この大きさのシモクザメが来てると危機感も感じてるだろうな。これ本当に上手だもんな。怖いよ。うわー怖い。突然の実況中継復活でしたが、危機感を覚えると子孫を残そうとするなんてことは人間の間ではよく知られています。スナメリもそうなのでしょうか。はあ、この時期にでも繁殖っておかしいね。あのオス同士のとちょっと違うんだよ。わからないな。どうしよう、おじさんわかんなくなった。子供が出た後を見てください。同じようにシュモクザメが現れました。ちょうど子供と同じぐらいの大きさです。親はまるで子供をいたわるような感じで見守っています。警戒している様子ではありません。子供はというと、まるで一緒に遊ぼうと、そんな感じにさえ見えてしまいます。ますます関係がわからなくなってきました。母親は子供ではない方向を向いて
何かを気にしているようです。底面カメラの映像には母親の後ろに回ってさっきより少し大きめのシュモクザメが後をつけていく様子が映っています。ひょっとしたら行動を共にしているのかもしれません。逃げるのは魚の取り合いにならないように、もしくはスナメリが取りにあげるのと同様にシュモクザメにも。さっき子供を追いかけていったシュモクザメが立ち泳ぎで下を向いて魚を探しています。透明度が良くないと見れない光景なので大変珍しい映像です。同時に少し離れた場所で先ほどの子供といっても赤ちゃんですが逆立ちして立ち泳ぎの練習を始めました。お手本はさっきのシュモクザメなんでしょうか。一体どんな関係なんでしょう。生き物たちは新しい環境をもうすっかり受け入れているのかもしれません。人間は先入観だけでサメを怖いとか他の生物にも影響を与えるのではなんて思ってきましたが、そうではないのかもしれません。考え方を根本的に改める必要がありそうです。お母さんは後ろを振り返りついてきているかなって心配しているようにも見えてきました。その証拠にまた赤ちゃんだけを置いて魚を取りに行ってしまいます。この動きはまさかまたドローンに水をかけようとしているのかもしれません。ただシュモクザメはそこまでには至っていないようです。でもシュモクザメが後をつけてきてくれるようになったらちょっと楽しいでしょうね。人間以外の生き物は複雑すぎてよくわかりませんが、このシュモクザメは寂しいというよりものんびりクラゲと遊んでいるようにさえ見えてきました。このスナメリと同じように、今度はシュモクザメがスナメリの真似をしていたりして、魚の群れが通りましたよ。そうなると心配なのは漂うゴミです。スナメリは学習し食べなくなりますが、サメたちは動くものに反応して食べてしまい、亡くなることもあるようです。外が暑くなったので、クーラーの効いた車内でモニターを見ることにしました。夏の炎天下、小魚たちは水温の低い深場へ移り、もう食べるものもありません。
スナメリは熱そうです。おお、ラブラブだった2頭が遊びに誘いましたが、構わず行ってしまうようです。しかしこの2頭にとっては、このぐらいの暑さなどなんてことないのかもしれません。とはいえ、この暑さ、さすがの2頭もたまらず水温の低い深場へと潜っていきました。おや、大きなスナメリです。3メートル近いでしょうか。ひょっとしたら湾の奥にいた主がここに引っ越してきたのかも。環境の変化、文句ばかりで受け入れられないのは人間だけかもしれません。ではまた次回。